请听日语节目。こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。こちらは RTI 中華民国中央放送局の日本語番組です。ただいまから2月19日のニュースをお伝えいたします。まずニュースの主な項目です。蔡英文総統が複数領土の海外ワクチン調達と国産ワクチンの開発で十分な量を確保する方針を明らかにしました。外交部が徴用台問題について各方面に理性的な対応を呼びかけました。アメリカの下院議員が法案を提出してアメリカ政府に対して台湾の WHO オブザーバー資格取得に協力するよう求めています。以上がニュースの主な項目です。はじめに蔡英文総統は18日午前、台湾の優れたバイオ技術医薬品に贈るナショナルバイオテクノロジー医療品質賞と、そのうち特に感染症対策に貢献のあったものに贈る戦疫特別賞の受賞者一行による表敬訪問を受けました。以下、外交部のニュースリリースをお伝えいたします。蔡総統は台湾の医療界が一致団結して感染症対策にあたり国民の健康を守ったことを高く評価した上で、政府は複数領土で海外の新型コロナワクチンを調達し、並行して国産ワクチンの研究開発を支援することで台湾に十分な量のワクチンを確保すると約束した。一行の表敬訪問を受けた蔡総統はまず受賞者代表に対してバイオ医薬界のアカデミー賞と称されるナショナルバイオテクノロジー医療品質賞の授与を祝福した。今年のナショナルバイオテクノロジー医療品質賞の金賞は台北永明総合病院のファブリー病に関する医療チームに贈られた。ファブリー病は遺伝性の希少疾患。同チームはファブリー病に関する世界最大規模のサンプルバンクと治療拠点を確立。新たなスクリーニング検査技術の開発、全世界の新生児とその家族に朗報をもたらした。蔡総統は昨年のコロナ禍では台湾のあらゆる医療関係者たちが国民の健康を守るために努力してくれた。おかげで台湾はコロナ対策で世界が認める成果を上げることができた。このため今回は新型コロナウイルスと最前線で戦う英雄に敬意を払い、ナショナルバイオテクノロジー医療品質賞のほかに戦疫特別賞と戦疫有効賞を新設したと説明した。蔡総統はまた新型コロナワクチンの台湾における供給についても言及した。蔡総統は政府が購入契約を終えている海外の新型コロナワクチンについては今年第2四半期から接種を開始すると明らかにした。またまずはワクチン接種が最も必要である医療従事者が優先対象となると述べた。蔡総統はさらに複数ルートで海外ワクチンを購入すると同時に国産ワクチンの研究開発にも期待をしていると指摘。現在台湾ではワクチン開発中の2社がすでに第2相臨床試験に入っているとした上で、海外からの購入と国産ワクチンの開発を並行して行うことで台湾により十分な量のワクチンを確保することができるだろうと述べた。
蔡総統は最後に、政府はこれからも業界と一丸となって努力し、台湾のバイオテクノロジー産業が今後も国際市場で重要な地位を占め、台湾のためにより多くの商機を創出できるよう支援したいと述べた。以上、外交部のニュースリリースをお伝えいたしました。次に、外交部が商業体問題について各方面に理性的な対応を呼びかけました。海上警備にあたる中国の海警局による武器の使用を認める法律、海警法が今月1日から施行されています。海警法の施行を受けて、中国海警局の船2隻が6日に初めて日本へ尖閣諸島の長岡列島の周辺海域に侵入しました。これに対して日本はこの海域で武器を使用する可能性を示唆しました。外交部の王光安報道官は18日、我が国は関連情勢の発展を注視している。中国の公船が彼らのいわゆる領海内で他の国々の船舶を退去させる行為は、この地域に不確定要素をもたらすとして憂慮を示しました。王報道官は、長岡列島は我が国の固有の領土であり、いかなる一方的な主張と行為もこの事実を変えることができないと強調しています。我国政府坚决地维护国家的这个主权，绝不退让。我们捍卫主权的决心也从来没有动摇过。我国政府一贯地坚持我国拥有钓鱼台列屿的相关的这个主权。今后我国政府呢也会秉持理性和平的一个方式来处理钓鱼台列屿相关主权问题。王光安報道官は、我が国の政府は国家の主権を断固守り、絶対譲歩することはない。主権を守る決意は揺るぎないものだ。我が政府は長岡列島の主権を擁することを一貫して主張している。我が国の政府は今後も理性的で平和的な方法で長岡列島の主権問題がもたらす争いに対処し、我が国の漁業者の権益保護に積極的に取り組む。それと同時に各関係者にも呼びかけたい。理性的で平和的で自制心を持つ態度で東シナ海海域の平和と安定を保つよう呼びかけたいと述べました。王報道官は、中国は海警法を施行したほか、中国の軍用機は旧正月連休中も引き続き我が国の防空識別圏に侵入していると明らかにしました。次に、アメリカの下院議員が法案を提出してアメリカ政府に対して台湾の WHO オブザーバー資格取得に協力するよう求めています。以下、外交部のニュースリリースをお伝えいたします。米国連邦議会下院で現地時間18日、40名近くの議員が共同で台湾の WHO 世界保健機関におけるオブザーバー資格回復に協力する法案を提出した。この法案は米国の国務長官に対し、台湾が WHO 総会、WHA のオブザーバー資格を得られなかった場合、その都度、米国が台湾を支持する行動上、どのような調整もしくは強化を行ったかを説明するよう求めたもの。以上、外交部のニュースリリースをお伝えいたしました。おしまいにニュースの主な項目を繰り返してお伝えいたします。蔡英文総統が複数領土の海外ワクチン調達と国産ワクチンの開発で十分な量を確保する方針を明らかにしました。外交部が商業体問題について各方面に理性的な対応を呼びかけました。アメリカの下院議員が法案を提出して
アメリカ政府に対して台湾の WHO オブザーバー資格取得に協力するよう求めています。2月19日のニュースをお伝えいたしました。担当は大宿慶でした。こちらは台湾国際放送です。続きましてアーカイブの時間です。本日は9月9日の番組をお楽しみいただきます。リスナーの皆様こんばんは。ウーロンブレイクの時間です。この時間では日本語の歌のカバー曲をご紹介しております。ご案内は総予定です。今週は香港の男性歌手陳奕迅、イーソンチャンによるブース傳說イモータルレジェンドをお送りいたします。不安の不、死亡、死者の死、そして伝説と書きます。先ほどのイントロですでにお分かりの方もいらっしゃるのではないでしょうか。この歌の原曲は日本のロックバンドトリノグラフィティが2003年に発表した歌メリッサです。日本だけではなく台湾でも大人気な日本のアニメ鋼の錬金術師の初代オープニングでもあります。イモータルレジェンドはメリッサの広東語カバー曲です。鋼の錬金術師が香港で放送された時のオープニングでもあります。歌詞はアニメのファンタジーの世界観を再現しようとし、傷つけられたらこの両手で呪いを切り裂いてやろうと、アニメの主役である兄弟二人が過去の失敗で失ったものを取り戻し、悲惨な運命を変えようとする気持ちを歌っています。またイモータルレジェンドは原曲のメリッサを意識し、なるべく原曲の歌詞を忠実に翻訳しようとする点がところどころ見られますが、これについてこの広東語カバーが公開された時は香港のアニメファンの間では賛否両論で、一時はテレビ局に抗議しようとする声も上がっていたそうですよ。イーソンチャンによるイモータルレジェンドをお楽しみいただきましょう。ご案内は総予定でした。こちらは台湾国際放送です。
様、いかがお過ごしでしょうか。ナルワンアワーの時間です。金曜日のナルワンアワーでは、中華民国台湾と日本の各領域の交流や、台湾と日本の社会文化の比較などの話題をご紹介してまいります。このコーナー担当は駒田です。日本のテレビは地上波のほか BS、CS などにたくさんの専門チャンネルがあり、自分の好きなジャンルの番組を一日中見ることができますよね。台湾はケーブルテレビが普及しており、日本以上に多チャンネル化が進んでいます。ケーブルテレビに加入していない家庭も、大手電気通信事業者中華電信のインターネットテレビに加入しているケースが多く、自宅で100チャンネル以上見られるという家庭が一般的です。こうした中、各ジャンルの専門チャンネルが複数あります。大まかなジャンル分けをしますと、ニュース、スポーツ、映画、ドラマ、音楽、ショッピング、知識、日韓、経済、宗教といったところでしょうか。もちろんコンテンツが充実している専門チャンネルも多数ありますが、そうでないアバウトなチャンネルも結構あるんです。本日は台湾のケーブルテレビの専門チャンネルの話題から、昨年台湾に交換留学でやってきた一人の19歳の日本人女子大生のエピソードをご紹介しましょう。台湾で充実した日々を送っているというこの女子大生ですが、台湾に来て最も驚いたのが、ケーブルテレビの専門チャンネルの映画専門チャンネルだったそうです。この女性は映画を見ながら標準中国語の勉強をしようと、いわゆる洋画チャンネルではなく、台湾の映画専門チャンネルにチャンネルを合わせました。すると、この女性が見た4つのチャンネルのうち、1つのチャンネルでは、囲碁を題材にした日本の少年漫画、ヒカルの碁のアニメを、隣のチャンネルでは、バスケットボールをテーマにした日本の名作漫画、スラムダンクを放送していました。さらにもう一つのチャンネルでは、中国大陸の歴史もののドラマを、そしてようやく4つ目のチャンネルで映画を放送していたものの、台湾の映画ではなく、なんと韓国のゾンビ映画だったそうです。この女性は、映画専門チャンネルと言いながら放送内容が映画ではないことに驚きを感じつつ、二つのチャンネルで日本の名作アニメが放送されていたことに親しみを感じたそうです。ちなみに専門チャンネルのジャンルの紹介の中で日韓と紹介しましたが、台湾のケーブルテレビでは現在 NHK ワールドプレミアムを含め、日本語で放送されているチャンネルは5つあります。残りの4つは日本資本の日本語チャンネルワクワクジャパン、ドラマやバラエティを放映し台湾の日本語チャンネルをリードするビデオランド、そして日本のバラエティ番組のほか、台湾在住の日本人タレントが出演するなど、日本語による独自の番組も放送しているクオシン、そして往年のプロレス中継や時代劇を放映している Z チャンネルです。台湾への旅行が解禁されましたら、ホテルに着いてまずテレビをザッピングして、どれぐらい日本語のチャンネル、日本語の番組が放映されているか探してみるのも面白いかもしれません。その際はうっかり番組に見入ってしまい、観光を忘れてしまうことのないようお気をつけください。本日のナルワンアワー担当は駒田でした。お聞きの放送は台湾国際放送です。文化の台湾の時間です。この時間のご案内は中野です。
さて今週もいろんな角度から台湾の文化をご紹介していきたいと思います。旧正月の連休に入った初日の2月10日、台湾映画界に嬉しいニュースが入ってきました。第93回アカデミー賞の国際長編映画賞のショートリストに、台湾の映画ヤンコアンプーチャオアッサン放題一つの太陽が選出されました。アカデミー賞といえば世界最高峰の映画の祭典、その中で英語以外の言語の映画を対象とした外国語映画賞があり、2019年からはその名称を国際長編映画賞に変更されています。その国際長編映画賞のノミネート前の最終候補であるショートリスト15作品の一つに、今回台湾から出品された映画一つの太陽が選出されたんです。アカデミー賞において台湾映画はこれまでに1993年にウェディングバンケット、1994年に恋人たちの食卓、2000年にグリーンデスティニーとアンディ監督の作品が3度ノミネートされたことがあり、グリーンデスティニーは受賞を果たしました。またショートリストに選ばれるのは2012年のウェイダーション監督のセデックバレー以来となります。セデックバレーは最終的にはノミネートに至りませんでしたが、今この一つの太陽がアンディ監督に続くオスカー像に最も近い台湾の映画となっています。この一つの太陽は2019年の台湾版アカデミー賞、金馬賞、ゴールデンホースアワードで11部門にノミネートされ、うち最優秀長編作品賞や最優秀監督賞など5つの賞と観客賞に選ばれるなど高い評価を得た作品です。どのような映画かというと、どこにでもある平凡な家庭が次男の逮捕をきっかけにバランスを失ってしまう家族の崩壊と再生を描いた物語。自動車教習所の教官であるアーウェンは日頃から今を生きろ、我が道を行けが口癖。彼自身はその言葉通りに生きてはいないものの、息子たちにはそういう言葉を投げかけていました。ある大雨の夜、2人の青年が事件を起こし少年院に送られました。その事件を起こしたうちの1人、アーフーはアーウェンの次男。優秀な兄に劣等感を抱え、普段から問題を起こしてばかりだったアーフーのことを父アーウェンは息子として認めず、少年院から死ぬまで出てこなくていいと完全に見放してしまいます。一方、兄のアーハオは成績優秀で医大を目指しており、父は息子は一人だけだと貧困法制な兄アーハオの存在だけを認めていました。そんな父アーウェンに対し、母チンはどちらの息子にも同様に愛情を注いでおり、夫婦の間では争いが絶えませんでした。そんな中、次男アーフーが少年院送りとなった後、アーフーの子を妊娠したという少女シャオユーが家を訪れます。このシャオユーがやってきたことがきっかけで、家族それぞれに違った心の変化が出てきます。しかし同時に悲劇も家族に近づいてくるのでした。家族はどこへ向かっていくのでしょうか。ストーリーは次男アーフーと父アーウェンを中心に展開し、そこに母チンの愛情、絶望、前向きに進もうとする姿や、いつも穏やかな期待の息子でありながらどこか影を抱えているように見える兄アーハオの様子など、家族の一人一人の心模様が丁寧に描かれています。悪友とともに事件を起こし少年院に入ったアーフーを演じるのは若手実力派俳優のウージェンホー。プライドだけが高く頑固で不器用、問題児の次男を見放し優秀な長男に期待を注ぐ父親アーウェン役を、自身も映画監督をする俳優のチェン・イーウェン。
弟のアーフーとは対照的に誰にでも優しく穏やかな性格で、両親の期待を一身に背負う兄アーハオ役はモデルでもある注目の俳優グレッグ・シュー。どちらの息子にも同様に愛情を注ぎ、典型的な理想を抱く夫との関係に悩みながらも前を向き進んでいく母親チン役を、テレビドラマなどで活躍する女優コウ・シュウチンが演じています。監督は台湾の数々の映画賞を獲得しているチョン・モンホン。自身が監督だけでなく撮影も手掛けるこの作品は、光と影のコントラストが効果的に使われていて、映像の美しさに惹かれるだけでなく、後になってそこには心情が映し出されていたことに気づかされます。この映画のタイトルの現代、太陽のよう、光、普通の符、照らすと書く、ヤンコアンプーチャオとは、太陽はいつでも照らしているという意味。兄アーハオの、世界で一番公平なのは太陽だという言葉があるのですが、この言葉が意味することも、最後まで見終わってから改めて考えさせられる作品です。ちなみに、英語タイトルは、太陽という意味の SUN、あ、サンとなっていますが、これは一人息子という意味の SON、あ、サンとかかっていることにも気づかされます。作品は156分と長めで、内容も全体的に暗い話なのですが、見終わった後に、ただその暗さや重さを引きずる感じではなく、どこか救いを感じるような作品となっています。光と影のコントラストだけでなく、この映画の中でとても印象的だったのが、兄アーハオの存在。アーハオの登場シーンは他の家族に比べて多くはないのですが、彼の言葉には心情が秘められていて、それも後になってどういう意味だったのかを改めて考えさせられる、作品の中でとても重要な存在となっています。両親からの期待を背負い、弟が羨む光の下にいたはずの兄が、その太陽の光の下にいることが疲れて日陰に隠れたいと思っても、それができなかった苦悩がとても印象に残りました。ここ数年、台湾ではドラマでも映画でも、それぞれの立場からの心情を描いた社会派の作品が注目を集めていますが、この映画も見る人によってそれぞれが考えさせられるような作品となっています。現在、今年のアカデミー賞国際長編映画賞のショートリストに選出されている台湾映画一つの太陽。今年のこの部門のショートリストには各国を代表する15作品が選ばれていて、ノミネートになるかどうかはこれから最終投票が行われ、来月3月15日に発表される予定です。なお、映画一つの太陽は日本では劇場公開されていませんが、ネットフリックスで見ることができますので、機会があればぜひ見てみてください。ただ冒頭、まだ見ているこちらが油断しているタイミングでかなり衝撃的なシーンがありますので、苦手な方は気をつけてください。文化の台湾、今週は今年のアカデミー賞国際長編映画賞のショートリストに選出された台湾映画、ヤンゴアンプーチャオ、アサン、一つの太陽についてご紹介しました。この時間のご案内は中野でした。お聞きの放送は台湾国際放送です。
きまして、お便りありがとうの時間です。ご案内は大須久慶です。それでは、まず一曲お楽しみいただきましょう。男性シンガーソングライター、陳林九の一曲、時間、時間をどうぞ。陪伴时候是梦，执着时候权力到手，将爱是卷港口漂流的你我，随着いただきました。男性シンガー陳林九の歌声でした。陳は陳列の陳、
リンはゼロという意味のデイという字、蝶は漢数字の九という字を書きます。英語名はナイチェンとなっています。この歌は台湾の公共テレビのドラマ天橋上的魔術師というドラマのプロモーションソングです。天橋、これは歩道橋という意味です。天気の天に橋という字を書きます。上的は、上のという意味です。上下の上、上という字に目的の敵、またという字を書きます。で、最後の3文字魔術師は魔術師と書きます。このドラマは台湾の著名な男性作家呉明益さんの作品、同じタイトルの天橋上的魔術師をドラマ化したものです。この本は日本でも翻訳出版されています。タイトルは歩道橋の魔術師となっています。この本は台北市にかつてあった1980年代の中華少女、中華料理の中華という二文字に飽きないに場所の場と書きます、中華少女の歩道橋を舞台にした9人の子供たちと不思議な魔術師、マジシャンを描く物語です。ご興味のある方、本を探してみたらいかがでしょうか。さて、旧正月連休明けの初めてのお便りありがとうの時間。まずお知らせから参りたいと思います。これは私どもの関西地方のリスナーズクラブ大阪玉山会の松本明会長からいただいた新年会開会のお知らせです。まず新年会を開いてくださる松本明会長をはじめとする玉山会の幹部の方々に深く御礼申し上げます。どうもありがとうございます。それではお知らせをお伝えいたします。台湾国際放送リスナーの皆様、いつも台湾国際放送リスナーズクラブ玉山会の活動にご協力いただき感謝しております。玉山会は例年春節の時期に大阪でリスナーの集いを開催してまいりましたが、新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、参加者の安全を考え、前回に引き続き会場におけるリスナーの集いの開催を断念いたしました。会場においてリスナーの集いを実施することができないことは非常に残念ですが、リスナーと放送局の貴重な交流の機会を絶やさないため、前回同様オンラインでリスナーの集いを開催することにいたしました。お住まいの地域を問わず、台湾国際放送に興味をお持ちの方であればどなたでも参加していただくことができますので、一人でも多くの方のご参加をお待ちしております。日時2021年3月13日土曜日、日本時間14時から15時30分、方法シスコ、これは英語になっていますが、英語のアルファベットの CISCO となっています。アメリカのシスコシステムズのことです。大阪玉山会の主催によるオンラインの新年会に参加する方法は、このシスコというアプリをまずインストールしないといけません。で、内容は参加者の自己紹介、意見交換などです。申し込みはコクチーズプロのサイトからお申し込みください。コクチーズプロの検索機能を使用して台湾国際放送と入力していただければ参加申し込みページを検索することができます。
参加者の数が多い場合には、時間的な制約により全員の方にご発言いただくことができない可能性がありますので、お含み置きください。シスコというシステムに使用するウェブカメラソフトの設定などについては各自事前にお済ませください。リスナーの集い開催中の会議室からの退出は自由です。ウェブミーティングに関する一般的なルールに従い、楽しい時間を共有したいと思いますので、ご協力をお願いいたします。以上、台湾国際放送のリスナーズクラブ大阪の玉山会の松本明会長からのお知らせでした。ご興味のある方、ぜひふるってご参加ください。私も参加させていただきます。この新年会の詳細はもう私どもの公式ウェブサイトと Facebook ページにアップロードしましたので、ご興味のある方どうぞこの2箇所をご参照ください。で、申し込みはコクチーズプロのサイトからお申し込みくださいというお知らせがありましたが、告知まではひらがなです。告知、そして外来語の長音に使う横の棒一本書いて、で図、こちらもひらがなで、最後のプロ二文字はカタカナです。告知図プロというサイトからお申し込みください。皆様からのご参加をお待ちしております。それではリスナーの方からいただいた受信レポートとお便りをご紹介いたします。最初の方は京都市は右京区にお住まいの荻野和俊さんです。荻野さんは大学で教鞭をとっていらっしゃる教授です。大学の教授です。荻野先生ですね。先生から、これは1月30日土曜日の受信レポートと、アンケートのお答えをいただきました。そして、詳しいご感想もいただきました。どうもありがとうございます。それでは、まず、先生の、アンケートのお答えの一部をご紹介いたします。RTI への意見提案のところです。私は近代建築に興味を持っており、あちこちを訪問しております。しかし日本ではこれらの建築物はどんどん壊され、数が少なくなっているのが実情です。ところが台湾や中国本土の東北部では現役で使用されていたり、きちんと保存修理がなされています。近代建築物は現在の建築物に比べはるかに丁寧な仕事がされており、ぜひ後世に伝えていくべきですが、なかなか日本ではかなわないのが現実です。たくさんの近代建築物を大切に扱ってこられた台湾の近代建築をぜひ紹介していただく時間を取っていただければ嬉しいです。ウェブサイトとも連携すれば良い効果をもたらすように思われます。荻野先生、ご意見ご提案どうもありがとうございます。おっしゃった通りですね、台湾には、日本自体の建築物が、たくさん、残されています。しかも、現役で活用されています。ご提案のように番組で紹介しまして、そしてウェブサイトと連動するといいですね。ちょっと頑張ってみます。また日を改めて番組の中でご報告させていただきます。先生は番組に対するご感想もお書きになりました。ナルワンアワーで同じ植民地でありながら、なぜ韓国と異なり台湾では日本への好感度が高いのかというテーマで様々な意見の紹介がありました。このことは私自身も疑問に思っていて、この度台湾の方々の意見を聞く機会を得て大変参考になりました。私自身は戦後
直後に起こった228事件のために日本統治の影響が薄れられたのではないかと思っていましたが、今回そのような意見はなく、改めて考える必要を感じました。私は台湾にも中国本島にもそれぞれ何度も訪問していますが、中国本島への旅行は常に緊張感を強いられるのに対し、台湾への旅行はふるさとに帰ってきたような安心感を持つことができます。ですからいつもゆったりとした気分で旅を楽しむことができるのです。こういうところが総合の好感度アップにつながっているように思います。おっしゃる通りです。台湾は基本的に外国の方に非常にフレンドリーなところです。ですから台湾にいらっしゃるとふるさとに帰ってきたような安心感を覚える方が少なくないようです。この新型コロナウイルス感染症が収束したらぜひまた台湾に遊びにおいでになってください。荻野先生どうもありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。それでは局からのお知らせをお伝えいたします。アンケート調査に関するお知らせです。局の方からどんどん宣伝してくださいという命令を受けましたので、今日も宣伝させていただきます。四半期ごとに行われているアンケート調査です。このアンケート調査について皆様にご協力していただきたいということで、ここでお知らせを申し上げます。このアンケートにお答えの方、私どものホームページ公式ウェブサイトをご利用することができるほか、また郵送でお答えすることもできます。それでは早速質問をお伝えいたします。全部で4問あります。1つ目は、普段どのようなプラットフォームを通じて RTI 台湾国際放送の番組を受信しているでしょうか。これは複数の回答を書いても構いません。で、一番よく使われているプラットフォームを1番に書いてください。そしてその順番で2とか3もしあれば続けて書いていただければと思います。例えば短波ラジオまたはウェブサイトで、ウェブサイトとお答えの場合、どうぞウェブサイトの名称もご記入ください。例えばRTI の公式ウェブサイトとかいうふうにご記入をお願いします。で、2つ目の質問、台湾国際放送日本語番組の中で最も好きな番組の名前を挙げてください。最多3つまでです。で、3つ目の質問は、台湾国際放送日本語番組に星で評価をつける場合、星をいくつあげますかという質問です。星の数は1から5までです。つまり RTI 日本語番組への星評価ですね。4つ目の質問、RTI 台湾国際放送日本語番組へのご意見またはご提案、これを書いてください。以上4問全部お答えになって、でそのお答えを、こちら局の方に送っていただければ商品の、抽選に参加することができます。商品は全部で4種類あります。四半期ごとに変わります。先ほどご紹介いたしました4つの質問のお答えを記入して、それを台湾11199、これは郵便番号ですね、11199台北郵局
郵局は郵便局の便を抜いた二文字を書きます。台北郵局第 123-1995 号は号令の号という字を書きます。1995、そして信用の信に箱と書きます。これは、ボックスという意味です。電子メールで、お答えを、送ってくださることもできます。電子メールのアドレスは次の通りです。全部英語の小文字になっています。 AUBIENCE アラビア数字の01アットマーク RTI.org.tw です。繰り返してお伝えいたします。メールアドレスは AUBIENCEアラビア数字の01アットマーク RTI.org.tw です。皆様のお名前、そして性別、年齢、国籍のご記入をお忘れないようにお願い申し上げます。アンケートへのご協力をお願い申し上げます。時間が迫ってまいりましたので、もう一曲お楽しみいただきながらお別れいたします。予言という一曲です。蔡煌如というシンガーの歌声でお楽しみいただきましょう。ご案内は大淑慶でした。こちらは台湾国際放送です。
きの放送は台湾国際放送 RTI 中華民国中央放送局の日本語番組です。この放送に対する皆様のご意見ご希望をお待ちしております。宛先は中華民国台湾台北市北安路55号台湾国際放送玉山です。北安の北は南北の北、安は安全安心の安、玉山は玉山と書きます。なおホームページの URL は https://jp.rti.org.tw です。台湾国際放送の日本語番組は毎日2回東北アジア地区に向けて放送しています。放送時間帯と周波数は次の通りです。日本時間午後8時から9時まで 9.740MHz を使って放送しています。また翌日日本時間午後5時から6時まで 11.745MHz を使って前日の番組を再放送しています。次の放送時間まで皆様ごきげんよう。中華民国台湾台北から台湾国際放送でした。